クレーン山の会の2月例会は、長野県南牧村にある標高1643メートルの飯を盛ったような形の山である飯盛山の雪山登山でした。山頂に到着後、強い風を避けて林の近くで昼食をとり、早々に下山し、国立天文台野辺山のプラネタリウムを見学し、中央高速道の長野。今回は国道141号線から平沢集落を通り、飯盛山登山道から登り、出発から約2時間ほどで山頂に到着しました。飯を盛ったような美しい山容からこの名前がついていますが、晴れた日は山頂からは八ヶ岳はもちろん、南アルプス、富士山、浅間山など360度の眺望が楽しめますが、この日は残念ながら濃い雲と霧でほとんど望めませんでした。
25m 電波望遠鏡はミリ波という電波を観測できる世界最大級の望遠鏡で、ている場所、巨大な銀河、さらには100億光年も離れた銀河のかすかな電波を捉えます。延山には晴れの日はもちろん、曇りや雨でも一年中太陽を観測している望遠鏡が2つあります。電波ヘリオグラフと電波計です。電波ヘリオグラフでは80センチの小さな望遠鏡を84台つなげて、ビデオカメラのように太陽の活動を毎日モニターしています。10メートルの望遠鏡6台で構成されるミリ波干渉計。